茨城県広報校長課発行声の広報ひばり2014年5月号をお届けいたします。読み手は乙部ゆかりです。目次今月号の主な内容はコミュニティ茨城春の茨城お出かけ情報茨城クローズアップ 安全安心な道路を整備しています。ほか。お知らせ広場。全日本プロ選手権自転車競技大会、全プロ記念競輪開催。ほか。これ、自慢できます。え、茨城の子供は体力日本一。目次、終わり。見晴らしの丘、ネモフィラ。 茨城県知事橋本勝季節ごとにその姿を変える日立海浜公園の見晴らしの丘は4月下旬から5月中旬にかけて可憐な姿のネモフィラで一面がブルーに染まります空の青さと海の青さに溶け込むように450万本ものネモフィラが春の風に吹かれ揺れる景色は他では見ることができません 通常より2時間早く開園する4月29日から5月6日までは、澄んだ空気の中、ネモフィラが朝露でキラキラと輝き、幻想的な世界を楽しむこともできます。自然豊かな日立海浜公園にぜひお出かけください。表紙写真日立海浜公園、見晴らしの丘、日立中市問い合わせ 国営ひたち海浜公園。電話029-265-9001。写真説明。画面の下3分の1は水色の花と緑の葉のネモフィラで一面覆われています。その上3分の2は白い雲が浮かぶ青空。花と空の色はほとんど同じ。写真終わり。